そうですね。千葉さん、すみません、いらっしゃいますか。はい、いますよ。はい。じゃあ、あの、千葉さんの方も、あの、ミュート解除していただいて、入っていただいていいでしょうか。はい、はい。はい。よろしくお願いします。うんはい、お願いします。はい。今回で始まってますよね。はい。はい はい。それではあの始めさせていただきます。あの千葉さん今日はあのトークしていただきまして本当にありがとうございます。はい、どうも千葉です。よろしくお願いします。はい。もうこれでお客さん,ます客さん入ってるすね。はい。 お客さん、今見えている状態、はい、見えてます、見えてます、はい<の>、はい、お客さん見えている状態です。はい、えとご視聴いただいている皆様あの、今日はありがとうございます。えー、私は豊田市美術館の野瀬陽子と申します。えー、ただいまよりあの思想家であり、えー、小説家である千葉雅也さんのオンライントーク、えー、猫的未関係を始めさせていただきます。でえー、と時間があの7時から8時までということで限られていますので、あのはい、皆さん、 すでにあのご存知と思われる千葉さんのご紹介についてはちょっと省略させていただきます。はい、で、えー、最初にあのちょっと今日何であの千葉さんにトークをお願いさせていただいたかっていう話をちょっとさせていただけたらと思うんですけれどもあの明日で閉幕になるんですがあの現在こう猫を介してその人間とは異なる空間感覚を味わったりとかあとナンセンスな世界を開築したり。 他者との関係性を捉え直す「あの猫の細道」というあの現代美術の展覧会を開催しています。で、えー、実はそのこの展覧会を考える過程でその千葉雅也さんとかあと、まあ、千葉さんを介して知ったそのドゥルーズの思想っていうのをあの結構あの参照させてもらっていましてであの、まあ、展覧会はその人間と一緒に人工的な環境で暮らしながらも 完全に飼いならされることなく私たちの日常に雑多なノイズを持ち込み、えー、人間の言語的な秩序から逃れるその多様な道を示してくれる存在としての猫っていうものを掲げているんですけれども。あの えー、展覧会の解説で用いている、まあ、逸脱性だったり自由と不自由、ユーモアとナンセンスという,うな要素はあの多分に千葉さんのご著書からあのインスパイアあの<あ>されたものでもあります。で、えーとまあ、私がこう勝手に千葉さんのテキストから抽出させていただいている要素っていうのは、まあ、千葉さんがあの直接猫のことを念頭に置いて書かれたものではないんですけれども、 その千葉さんが若干18歳の時に書かれた「そのあの僕猫」というその受験体験記とかあとそれからあの「アメリカ気候」っていう気候文の中にも気候文というか気候小説というかそ,その中にも猫があの登場するのであのどうやらの千葉さんは猫がお好きなようだっていうこともあのそこからあの知って、えー、今日のトークをお願いさせていただきました。 でえーとまあ、例えば、アメリカ機構の中で、えー、千葉さんはその気まぐれで人にくっついたり離れたり関係したり無関係になったりする猫はあ接続過剰の緩和になるのではないかという,ふうなことを書かれていますでそしてな、猫が提供するのは無関係な癒しではないかという,ふうなこともおっしゃっていますで、えーまあ、このあの今開催している展覧会でも 猫をモデルにしたあの他者との距離を重要な要素の一つというふうに考えているんですけれどもあの今日は千葉さんにとってそのまあトークのタイトルでもある「猫的無関係とは何か」っていうふう,いうあのお話をお伺いできたらというふうに考えています、えー、とまずあのちなみに千葉さんはあの猫を飼われたことがあるんでしょうかははい、はいあの えっとうちで、えー、個人ではないですけど、あの実家でも飼ったことはなくて、えーっと、父親の会社で飼ってた、飼ってたというか、えー、っと拾ってきた猫を会社に置いて、まあ、世話していてで、えー、外にいたり、中に入ってきたり、なんか通り道作ったのかな、なんかそういう感じで出たり入ったりみたいな状態の猫がいたんですよ。 うん、だからでただ、その猫は、ね、あの最終的にうちの会社が、えっと、潰れてで、まあ、うちの実家破産することになるんですけどという経緯は、まあ、あのそれをベースにしているのが「デッドライン」という小説ですが、まあ、それ以後ですねあの両親のところであのその老猫を引き取って で最終的に両親のもとでその猫は亡くなることになるんですっていうまあそういう猫がいました。うんうんはい。あそうなんですね。うん、であの,、えー、あの確かその,あの受験体験記の中でそのおー、えー SNS とかで猫が好きだっていうことをこう、あそれはその後で補足された。全、ね、文、なんかね、その前書きで書いててね。あそうですね。はいあの が好きだってことをこうアピールする人が多いけど、こうあの猫との接し方っていうのをあの、えー、ちょっと、まあ、分かってないんじゃないかというかそういうふうなことを書かれてたのがすごく面白かったんですけども、<laughs> なんかその,あの猫的無関係っていうことについてちょっとお伺いしたいんですが。はいはい。あのまずその うちに、うちというか、まあ何て言うんでしょうね、そのうちにっていう、うちにいたっていう言い方もできるし、そもそもうちっていう空間自体が多幸室というか、それは会社であったり、えー、そもそもうちがもともと、その、まだ破産する前の、えー、と僕が生まれ育った土地を持っていたその家でもあるし、あるいはその後、 すべて、まあ、その家は競売で、えー、売りっ払うことになるんですがそれがなくなって、えー、ずっと賃貸で生活するようになったうちの両親の家っていうことでもあるしそういった、まあ、そもそもその何て言うんでしょうね定住的空間っていうのがこう脱構築されるというかそのどこかにこうどっしりと今日を定めるっていうことがさまざまな事情でできなくなっていき えーまあ、それとこう仕事と生活っていうものもあの入れ子状になっているような、まあ、そういうまさに穴だらけの空間関係の中に一匹の猫がいたということになるわけなんですよね。うん、だからまさにに一一つののの家家ってていうものに家族の一員として それこそ犬的秩序の中に収まるような形ではなくと、と、まあ、僕は犬に対する悪口、悪魔であれば、いくらでも言葉が出てくるんですが、ただそれはあの多くの犬好きがいる以上、ここではあの最大限節約しなければなりません。<笑><笑>まあそれはともかくとして、ですねあのまあそもそも僕とその僕の生活、あるいは居住空間と猫の関係というもの、それ自体がある種猫的多幸室であった。 とも言えると思うんですね、まずね。で、あのしかもですね、その猫の名前というのが、また不思議な符号というか象徴的なことに、アンドっという名前だったんですよ。ド。アンド,アンド。はい、はい。接続詞のアまあ実はこれはあの、父の会社の名前の一部を取っていて、まあ、それはあのちょっと言いませんけれど、あのもう亡くなった会社ですが、あのそのアンドという猫で、 で他にもあの何匹かいたんですね。で、あの最初拾われてきた、誰が拾ってきたのかな父かな父かあるいはパートさんの誰かが拾ってきて、子猫3匹を拾ってきたんですね。で、そのうち、えー、それぞれもら,もらわれていって、で、その安堵が最終的に生き残ったんです。あのー、他の子たちは何かの事情で、 多分なくなっちゃったんだと思うんですよね。で、あの会社で飼うというか、その、出入りする、まあ、そうですね、外でも、外にも生針を持っていて、外で遊んでたみたいだし、なんか外で、なんか動物を取って持ってきたりとかすることもあったみたいですが、あの会社の中で、うろちょろしているときもありましたで。僕も父の会社に 遊びに行って、まあ、またその父の会社自体っていうのもね、何度か建て替えをしていて、僕が本当にちっちゃい頃に一番最初の父の会社として認識していた、非常に四角い白い箱の会社があったんですけれども、その後により事業を拡大して、規模が大きくなった時の会社っていうのもあって、まあそのいずれにせよ、会社が形態を変えていく中でも、その猫は、 引っ張っていかれて、ついていったわけなんですよね。で、その,あの接続詞の名前を持つ猫ということで、まあ、それがなんか後々、こう、こんな猫についての話をするとか、僕の研究上のテーマと奇妙にこう符合してくることになるとは思わなかったわけですけれども、あの、ドゥルーズは、あの、 ディアローグという本の中で、まあ、ドゥルーズの思想って昔訳されてましたけど、今はディアローグっていう単行本、えー、文庫本になってますね。それは、あの、まあ一応対話なんですけど、まあほとんどそのドゥルーズが自分自身の思想をこう結構カジュアルな形で語ってる本ですけれど、まあその中で、えー、っと、英語でいうところのアンド、えー、フランス語でいうところのエ、エ、 et って書いて、えって、まあ、フランス語は末尾の子音は発音しませんので、えっとだけ読むんですが、あの、え、何々え、何,え何々って言ったら、何々何々っていう意味ですね。その、えっていうことについて、あの、ドゥルーズは語っているんですよね。で、その、接続詞のえっていうものをの哲学を考えなければいけない。で、これが面白いことに、フランス語で、 EST って書くと、同じく A って発音するんですよ。ST っていうのは、後ろのシーンですから発音しないわけですね。だから頭の E だけ発音する。この EST っていうのは、えー、英語で言うとこの i s に当たるんですね。うん。s と、まあ昔のラテン、まあ、あのラテン系の読み方って s とになるわけですけれども、え,ーとえ、フランス語だとえ。うん で、えっ、ー、と、つまり三人称単数の、えー、B 同士っていうことになる。まあ、何かが客観的に存在するという意味です。うん、そこでドゥルーズは、えー、何かがはっきりと一つのアイデンティティを持って存在するということに対して、そうではなく、 物事の間を渡り歩いていくような不動的なものとしての接続詞としての絵、つまり同じ響きなんだけれども、固定点としての、不動点としての絵っていうものを対比したというふうに言えると思うんですね。うん、だから、まあ、そんなことが僕の動きすぎてはいけないという中でも展開されていて、でまあ、ドゥルーズはそういう流動的、不動的な絵っていうものを、 あのー、が多種多様に展開される世界として世界を見ようとした。うん、つまりそれまでの20世紀の半ばまでの世界というのは本当にどっしりした、えー、価値秩序というものがあってで、上下関係がどっしりあってという、まあ、そういう世界だったのに対し、もっとこう横滑りがどんどん起きて、不思議なあ思いもよらない関係、出会わない いい人が出会うとか、まあ、例えば68年5月の,あのフランスの学生運動の時期には、えー、大学のインテリの階級とは違う、もう本当に雑多な街の人たちが大学の中にわーっと入ってくるみたいな、そういう民主化っていうことが、地の民主化っていうことが言われて、ルールーズの授業なんかはもうみんな人々が押し寄せて、みんなでタバコバカバカ吸ってるみたいな空間だったわけですよね。で まあそういうまあ60年代、70年代のアングラのそういう知的沸騰みたいなまあそういう時代を経てまさにそういう,こうどんどんいろんなものがあのホーズにつながっていけばいいじゃないかっていう感覚が絵の思想だったんですね。接続詞の思想だったんですね。あるいはそういうまさに猫的なジャンプの思想だったと言えると思うわけですよ。 で、あの、皆さんおなじみのリゾーンという概念があって、で、それはまさに絵の展開なわけですよね。接続詞の展開なわけですね。次々に横に接続されていく。それによって、あの、思いもよらぬ創造、クリエイティビティがあスパークするというのが、あの、ドゥルーズの70年代、80年代の思想で。 それが日本にも輸入され、特に日本というのもガチガチの盾の官僚的組織が強い、えー、時代がずっと続いていたわけですから、それをこう横にこうバーっと、えー、横断線を引くような人たちが新人類というふうに言われてで、そこから資本主義の発達によって、そういう旧来の価値基準を壊し、新しい。 付加価値を生み出していくっていう、まあ、特に広告業界を、えー、に先が先陣を切る形で、新しいクリエイティブ産業っていうのが出てくると、まあ、そういう流れになった、まあ、そこにリゾームっていう言葉がフィットして、浅田さんの構造と力が大ヒットすると、まあ、そういうことになったわけなんですよね。 でまあ、僕の動きすぎてはいけないという本は、そのドゥルーズが言っていた、その接続詞リゾームの思想というのが、どんどんつなげれば面白いことになるじゃんっていう、基本的な楽観性としてそういうものを持っていたわけだけれども、同時に何かドゥルーズには、ある種 B 面とでも言うべきものがあって、そのドゥルーズの A 面と、まあ、もはやこの A 面、B 面というレコードの例え自体が、若い人には分からないのかもしれないですが。 この A 面でのどんどんつなげば面白くなるじゃんっていうことと、もう一つ、あのそれとちょうどコインの裏表になる形で、いつどこで関係が途切れても構わないっていう、あの非意味的切断っていうキーワード、まあうん、その言葉だけではないですが、まあ、そういう言葉もあってですね。 孤独というかな、なんていうのかな、ほっといてくれみたいな感じがあるんですよね。あの人ってそんなに積極的にこう社会運動に繰り出したりする。まあ、繰り出した時もとめ、局面もあるんだけど、そんなにこう、あの、アクティブな人じゃないし、え外で歩く人じゃない、まあ、体が弱かったっていうこともあるし、えどこかこう、放っておかれて、えっ、ー、と、自分の仕事をやってるみたいなところが。うん ああるそういう人だったと思うんですよね。っていう側面を考えた時に僕はそのまさにあのそういうなんていうのかなほっとかれたい的な部分のと、まあ、そ,れそ,れそれが素晴らしいっていうだけではなくてそれと接続性のクリエイティビティっていうことの,そのバランスみたいなことですね。うん それを考える必要があると思ったわけですね。それなので、えー、その何て言うのかな、切断と接続っていうことを両面を語るようなあ議論として、えー、そういうドゥルーズ読解を提示するということになったわけなんですね。それがあの僕の動きすぎてはいけないっていう本なわけなんです。だから でまあ、そんなふうに考えると、アンドっていう猫がいて、でまあ、そのアンドっていうものが、つなぐと同時にその隙間でもあるみたいなねそののあの、グルー、ノリであると同時に、2、えー、つのものの間にあるということを、2つのものの無関係を,を示しているものでもあるっていう、そういう両義性を持つものとしての、1つの猫、ねね、という継承が、 まあ、あるかなと思うんですよねだから何か僕の中でそのくっついたり離れたりするとか、まあ、つかず離れずつかず離れずっていうとなんかあれかどっちかというといつも一緒にいるみたいな感じになっちゃうけれどもそのうんあんまりベタベタしすぎないでうんっていう感じですねっていう時に僕の中でパッと思い浮かぶのは猫なんですよね。 でそ例えば、アンドという猫であり、そもそもそのアンドっていう猫はずっとうちにいたわけじゃないし、そう。それで、そのうちにいるときはあった。それは、あの、ハートさんがなんかの事情で家、ね、うちに猫を連れて帰れないときに、あのー、こう、千葉の家に連れてくるっていうことがあったんですよ。でも本当、そうう数日間だけ預かるとかいうことが、でも楽しみにしてたんですね、そのうちにアンドが来るっていうときは。だけど、また連れてっちゃうし、みたいなことがあった。 ただもう裁判年はね、あの、なんかあの、もう、もう、もうあと、あ、メスだったんですけど、もうおば、本当におばあちゃんになった時には、あの、両親のところにはいて、で、まあその時には、こう僕が行ったりすると、こう、あの、乗っ,っかってきたりするわけです、膝の上にね、こう、来てで。で、しばらくいると、またちょっと行っちゃったりとかして。<laughs> だから、あの、ちょっと、まあ、その、ちょっと、あの、 来てまた行っちゃったりするところがいいんですよね。うん、うん、そう。で、あの、こう、もうね、お年寄りになっちゃったときはね、ちょっとあの、間に合わなくてトイレの外でしちゃったりとかね、うん、あったりして、それちょっと片付けたりとか、そういうこともありましたけど。まあ、なんか、その、なんて言うんでしょうね、家族、 というか、家族であり,あり、なんか隣人であるような、なんかそういう,こう不思議な、あのそれ自体の一つの異空間を持っているようなあものとしてうんあったっていう感じがしますねうん。そういうものとしてあって。だから、そういう意味での僕の中での接続と切断っていうものも、両面を考えるっていうことが、 そのなんか猫っていうものの持ってる両犠牲っていうものが作り出す高質な空間っていうんですかね、うん、そういうものを結びついているっていうことかなと思いますねとまあひとまずちょっとここまでしゃべりましたけど<あ>どうはいあ,のありがとうございます、うん あのお,おそらくあの今,今日見てらっしゃる方この,あの現代思想入門読まれてる方が多いんじゃないかなと思うんですけどもちろんこのあの先ほどあの千葉さん挙げてくださったその動きすぎてはいけないも読まれてる方あの多いと思うんですけどあの、えー、この現代思想入門の中で今話されたこととちょっとあの関係すると思われるところをちょっとあの引用させてもらいたいんですけどもその あの関わりばかりを言い過ぎるとそれによって監視や支配に転嫁してしまうっていう危険性があってでそれに対するバランスとして関わりすぎないことを言う必要もあるっていうふうにその書かれてるその自分の言葉にこう、はい、すごく納得したんですけれども今はその今の,の SNS が こ,うこんなに普及した世の中ではなんかこう自分が直接関係ないことでもみんなすごくこう過剰にこう干渉しているっていうふうなそのあの、えー、印象があってでその、まあ、今の社会の中でもあのそ,、まあ、そういったこう距離を取るというかなんかこう放っておくとかそういあのだけどあのおそれ冷たいわけではなくて温かいより温かい社会を あの作るためにはそのあのまあ、恋人同士とか家族の関係だけじゃなくてあの個人と社会とかの間でもそのあのあ距離を取るっていうことっていうかどう関われあの関わるのかっていうことなんかこうそれがその束縛にならないでそのお。 えーまあ、支配とか管理にならないようにその距離を取るっていうことがすごい大事だった千葉さんの本を読んですごくそう思ったんですけどそ,れもそんなこともこう、うん、猫に重ねられるななんてことを思いながらあの、まあ、ちょっと今回の展なんかにも参考にさせてもらいましたはいそうですねあの関わりすぎないっていう話に関しては、えー、まさにそれが人の尊厳を あの尊重するっていうことだと思うんですね。つまり、えー、なんか、もっとこうした方がいいよとかあの、ちょっとあなたが言ってるのはこうなんじゃないのみたいなことを言うのは、要するにこっちの思い通りにさせてるわけですから。で、たとえ意見が違ったり、相手が間違っているとしても、相手はそう思っているのだから。 あのー、その部分に関してはちょっとグッと飲み込まなきゃいけないっていうことがあるわけあまあいけないってまあもういきなり僕は価値判断しちゃいましたけど飲み込まなきゃいけないんですよこれは、うんうんあのー。それが尊厳っていうことですからだから、まあ、しばしばある種の正義感を持っている人はすべ、えー、ての人が正しい考えを持つようになるべきだと思ってるのかもしれないけど。 これは非常に問題だと思います。あの、世の中には間違った考えを持っている人がいていいんですね。それは、あの、ある観点からして、まあ、大体間違った考えっていうのを一位に決定することはできないですし、それは何らかのコンテクストのを設定した場合に間違っていると言える考えってことですけれども、ともかく人のあり方というのはそれぞれであるわけですよね。で、 じゃあ、ほっとけばいいのかっていう極論に今度なるんですよ。だから、じゃあ、相互不可侵であるべきかっていうと、そうではなくって、そこは間違ってると思ったら間違ってますよっていう局面も必要なわけですよ。あるいは、相手が危険な目に遭っていたら、助けてあげる必要があるわけですよ。だけれども、あのここから先は踏み込まないっていうこともあるわけですよ。 でじゃあ、じゃあ、踏み込むのか、踏み込まないのか、どっちかにしてくれっていう話に大概なるんですよね。で、だけれども、これはもう人間の成熟の問題であって、やっぱりここでどっちかにしてくれ、人間ってだんだんこういろんな状況を見ていけば、あのその,あのどこまで踏み込むかっていう度合いが大事だということは、だんだん分かってくるわけですよね。とこころががやっぱりそこが まあ,やっぱりある種のデジタル的な思考が強くなっているというか、あのどっちかにしてほしいっていう,う安易なあのものがこう、うんまあ、最近は増えていると思いますね。うん、だからやっぱり割り切れないところで、えー、間違った判断をしているかもしれないけれども、その割り切れなさを自分の中で引き受けるっていうこと、これが責任っていうことだと思うんですが、うん、責任というのはマニュアル通りに正しいことをすることじゃないですから。 責任というのは本当にこれが正しいかどうか分からないことをやることが責任ですから。だから、あのそういう意味で、えー、踏み込みすぎない、ある程度は踏み込むが踏み込みすぎないっていうところっていうことが、まあ、一方で問題にあのあ、一方でじゃないや、えーと、それが問題になるなというふうに思う。えー まあそこがね、その猫のね、寄ってきたり離れたりするっていうこと。この,あの、えー、と管理にならないようにうんぬんっていう話は、これやっぱ、看護師さんとかあのよくツイートで感想で、うん、あの書かれてるのを見ますけど、やっぱり現場の感覚としてすごくフィットしてるみたいで、うん、まあすごくめちゃめちゃ現場的な話だと思いますよ、これは。 結構その看護系の研究とか、その福祉系の研究されてる方もいて、僕そういう方の論文の複雑とかやることも結構あるので、結構僕はそういう対人援助系の論文とか結構読んでるんですよね、実は。あんまりそういう印象ないかもしれませんけど。なので、えっと、まあそういうことからしても、やっぱりその、あの、非援助者に対する援助者の,あの距離感っていうのは、すごく現場の中で非常に繊細な ものが考えられていてい特にやっぱりそういう人たちが論文を書くとなるとまさにそのバランスみたいなことを言語化しなきゃいけなくってすごく論文書くのは難しいんですよね。うんだからそういうことなんかも我々先端研メーカー先端研ではよく議論になるところす,うん、うん、すごいい興味深いです。 この現代思想入門の中であの千葉さんがそのあの他者が自分の管理欲望を乱すことにむしろ人はやす安らぎを見出すすというふうに書かれていて、まあ、その自分の秩序に従わない他者を迎え入れるっていうことを書かれてるんですけどそれもまあ結構まあ勝手にその私の方でこう猫を飼うことにも重ねられるんじゃないかなって解釈してるんですけど。 今回のカタログにその文化理論家の清水智子さんという方にご記事をいただいていて、その,あの,あの清水さんの文章の中で、そのなんかナポレオンとかヒットラーとかムッソリーンなんかの独裁者がその猫恐怖症だったっていうあのエピソードが書れていてああ、はいあ。本当なのかなと思いました。すごくそれは興味深いなと思って。歴史的な話だと思って。<laughs> そうかもしれません、ね。でも、あり得る。 えー、やっぱりその、まあ、飼いならすことができない存在に対するその恐怖っていうのがあったっていうことなのかななんて思って面白いなと思ってあの読んだんですけどその、はい、えとまあなのでこう何て言うか,いうか猫,猫的な存在自分とあの違う考えの人がいてもその排除しない社会っていうのがやっぱり、まあ、とっても重要なんだろうなっていうふうにあの 思うんですけどその,、まあ、あの一定の社会とか環境に属しながらもそのこう管理されないでいるって飼いならされないでいるっていうことについて何かこうあの千葉さんのお考えお聞かかせいただけますか、うん、そうですねまずその前にあの何て言うかあのやっぱりこう自分と合わないところがある人って面白いんですよね。んなんか まあ、でもこれも僕もまた揺れるんですよ。そのなんか合わないところがあって、この喧嘩したりとか、嫌な思いしたりすると、もう嫌だとか思ったりするわけですよ。で、やっぱりすごく話が合う人がいいよねってい,っていうふうに思うんだけれども、でもなんかちょっと時間が経つと、やっぱりあの,あ,あ,いうあの癖があるところが面白いっちゃ面白いよねっていうふうにはなるし、なんかそうすると腐れ縁みたいになったりするし。 で、また他方ですごく仲が良くて話があって会う人でも、あの、何でもかんでもその通過っていうか,かイエスマンなわけじゃないわけですよ。どんな人だって。どんな人だって価値観のズレはあるし、タイミングのズレはあるしで、そこが何か、あの、 すするととこころがちょっとあっあて面白いんですよねでこれは恋愛関係っていうのだって本当にそうだし自分の幻想がまるっきりそのまま現実化するような恋人って多分つまらないと思うんですよ。うん、もしかすると最近はそういう何て言うかマトリックスの中で夢を見るみたいな状態を望んでる人がもしかすると増えつつあるのかもしれないけれどもあのそもそも人の欲望っていうのは何か裏切り欲望 が裏切られるっていうんですかね、その裂け目が生じるっていうことと本質的な結びつきがある。これは、まあ、ラカンの精神分析だったら、あの現実界っていうその、自分がコントロールできない偶然的なものがこう,うっとこう侵入してくるみたいなあの部分、そこに実はその欲望の本質的な。 エネルギー源があるんだっていうことをラカンは言ってるんですけれどこれは性的関係特にそういうエロティシズムにおいてもすごく重要であの完全にこう理想通りの人っていうよりもそこにある種の裂け目つまりある種の,その身体の生々しさというかそのゴロッ ととしたたたた存在みたいいななものがが覗ててきた時に妙にに妙そこにこう魅力を感じるるっっううようなことがあったりするだからなんか若い時っていうのは大概何かこう全てが整っているっていうあの理想的な状態っていうのをいろんなことについて求めがちですがやっぱりだんだんその年を取るとともに人間関係でも恋愛関係でも居住環境でも仕事の環境でもほころびがあるってもいいっていうふうになってくるんですよね。 でそれは多分広い意味で、ある種実はそのほころびにこそ、その深く精神分析的な意味での,その欲望を弱気する、何か非常に深いエロティシズムの問題がそこにあるんだということがだんだん分かってくるということだと思うんですよね。で、そういう意味で、な、うん何でしょうね、その、まあ、だからそういうのってのはあの骨董の趣味ってこともね、実はこういう話で結びついていて、その、あの、 と、綺麗綺麗な、つるっとした焼き物よりも、歪んでいるものの方が、あの、にある種の価値を見出すっていうものっていうのも、やっぱ人間の魅力みたいなものもやっぱりそうで、やっぱり理想通りの人間はいないわけで。で、それは、ある種の歪みであるとか、裂け目っていうものに何か魅力を見出す。で、それは、結構深い話だと思うんですよね。で、あの、これはまさにコントロールできないっていうことが、うん、 あの人間の生活をあのより豊かに刺激してくるっていうことである,あるわけですよ。うん、だから何ていうのかなその、うん、もう一つちょっと話をね、えっと、追加すると例えば僕昔はねあの自分の部屋のに置くものを本当にこう全部こう無駄なものなくもう全部モダンデザインで統一したいみたいなのがあったんですよね。 あの例えば、流しの,あの、えっと、洗剤のボ,ボトルをあの買ってきたなんかこうラベルがついて、なんか,なんかもうしょうもないデザインなわけですよ、スーパーで買ってきたりすると。それをそのまま置いておくのは嫌で、あ例えば無印良品のなんかこう、すごいほ本当にた,ただのボトル、透明なボトルみたいな。あの モダニズムですよね。それに移し替えるみたいなあの。そういうのがあったんだけど、だんだん年とともに、あのー、しょうもないデザインのものは部屋にあってもいいやって思えるようになってきた。うん、で、何て言うんでしょうね。別にそれはあった方がいいとも思わないけど、 うん、それが受け入れられる、ただそれはなんていうのかな、自分の美的規範が緩んでどうでもよくなったっていうこととも違うんですよね。多分ね、ある種の若い、ちょっととんがったカルチャー系の,あの若い子なんかだと、それは要するに若い時の気合が失われたんだっていうふうに、多分そのとあの中年のことを批判すると思うんですよ。でもね、間違ってるんだな、それは、その若者の批判は。<laughs> 少、ね、年になったら分かるんですよ。実はもっと上のステージがあるんですよね。ものの知識はうん、うん。それはあの、美的統一性っていうものとは違う、ある種の叫びとともに生きていくっていうことに、えー、より工事の、相、ま、手、あ、も,も工事のって言いますけど、<laughs> 弁証法的に工事の段階があって、であの、うん、とか思うんですよね。で、あの、 まあ、<laughs> ちょっと話が広がりましたけれど、だからその、ノイズとともに、えー、あるいは猫的なそういうランダムネスとともに生きるっていう、まあ、そういうふうに猫っていうことをあの持ち出してもいいと思うんだけれども、それは、それこそが人の欲望を実は、あの人の欲望っていうのはつるっとした幻想。 を,を実現することじゃないんですよ。うん。実は幻想が破けるところにこそ人の欲望の本質があるんですよ。うん。これはもう一つ言うべきことかなと思いますね。うん。うんうんうなんかそのあの許容するっていうことと、もしかしてその優しさっていうことが意外とつながるかもしれないんですけど、なんかこう千葉さんのあの。 著書,をこう著書を読んでいてなんかこうしばしば優しさっていう言葉が出てくるなっていうふうに思っていてでその18歳の時に書かれた受験体験記でもすでにこうまあその学問を猫に、あのー、例えた中でその優しさっていう言葉が出てくるんですけども、まあ、その今回 うんえっ、ー、とまあその,あの、まあ、現代美術の展覧会にしてはまあこう緩いと思われかねないようなその猫っていうものをその取り上げた理由の一つとしては、はい、なんていうのかそのあ,のある意味そのちょっと現代美術がつるっとしてるみたいにあの感じることが私あるんですよね。今 あのおっしゃられたこととちょっとつながるかなと思うんですけどその現代美術がつるっとしてるからそのこう猫っていうものを媒体にしたらこうもっと生々しくこう例えばこう捨て猫が目の前にいますあのいるっていう時にその。 まあ、人によってはこう何とかしたいって思う、まあ、あの何とかしたいっていう人がいる一方でなんかこうある種の残酷さみたいなのがこう弱気される人もあのいたりするんですけどいたりすると思うんですけどそのこう、まあ、生きてる猫っていうのはそのなかなかこう、まあ、そのつるって としてる現代美術っていうふうにちょっと言っちゃいますけどあの、えー、それではこう歓喜されないようなあの人間の優しさとか残酷さとかをこう結構直接こうあの反映してくれるっていうふうに思ったこともあってそのまあ今回ちょっと猫っていうのをテーマにさせてもらったんですけども、うん、なんかこう千葉さんにあの聞いてみたいことがあの、まあ、いろいろあるんですけどなんかその。はい あのえー、その現代美術入門の中でその人間は生きていく以上広い意味で暴力的であらざるを得ないしその純粋に非暴力的に生きることは不可能であるというふうに書かれていて、まあ、それ本当にそうだと思うんです。 あのどうその他者を受け入れていくかっていう時にそのこうつるっとしてないとか何かこうノイズ的なものがあるとかザラッとしてるとかあのそういったものがあのすごく重要になってくるのかなと思うんですけどそこがこう引っかかりになるというか <laughs> それであのおそのお、まあ、千葉さんがこうたまにこうしばしば使われているその あのー、優しさ、多分そのその優しさ、無関係な優しさって言えるかもしれないんですけど、うん、そういったことについてちょっと。ニュアンスですか。はい。<laughs> うん、あのー、優しさ。うん たまに優しさっていう言葉それはちょっといろんな文脈を外して単純にまず僕がどういう経緯で優しいっていうことについて考えてるか普通に喋ったらいいと思うんですよね。はい、まずね言えるのは僕が生まれ育った時代は、うん、世の中は優しくなかったんですよね。であのまずそこから話しましょう。はいはい、80年代、90年代は あの90年代前半ぐらいまではずっと今より世の中は優しさという原理では動いてなかったですね。うんうん、それはあの例えば僕は子供だったけれども僕は78年生まれなので80年代に小学校時代を過ごし90年代にあの中学高校ですけどとにかくもっと世の中は乱暴でした。でああの、うん、まあ もちろんあの、人が人に優しくするってことはあるわけだけど、なんていうかな、その例えば教師が、えー、と生徒をあの叱るとか、ひっぱたくとか、走ら、はい、せるとか、跳、うん、び蹴りをするとかね、全然そんなのあった,あった時代で。ありました、ありました、はい、あったし、あのまあ、乱暴だったんですよ、とにかく。うん、であの、そういう時代の中で、僕はあの優しくありたいと思った、うん、まずそれがそうなんですよ。 であのまず人の話をもっとよく聞かなきゃいけないと思った。例えば、ある生徒があの言ったことをちゃんと聞かないで勘違いして、お前が何か何々なんだみたいにして、こう生徒にを,をこうなんかこう罰するみたいな、そういう場面を僕は中学、高校とかで見た。で僕は高校の時に、そうだね、遅刻してきたと言って、あの厳しく、それこそなんか叩かれたかなんかした友達がいて。 で僕はその友達と朝から一緒にいて、そいつが遅刻してなかったことを知ってるんですよ。で、僕は激怒して、なんか先生、学年主任かなんかの先生のところに職員室に行って、誰々君は遅刻していない。僕はずっとああ朝,朝から一緒にいました。誰々君に謝ってくださいって、僕はすごく強く言いに行ったんですよね。であのうん まあそういうことも、そんなことがあり、ただまあその誰々君って若干不良っぽいところがあり、信用されてなかったんです。で、僕は成績が良かったから、<laughs> <laughs> 僕は信用されというね、またひどい話なんだけれども、それでなんか、どうもその誤解だったみたいなあのことになったんだけども、なんかとにかくそういう世の中の乱暴さ、人の話をちゃんと聞かないとか、 その人の属性によって、あの、話を信用する、信用しないとかを非常に恣意的に決めるとか、あの、僕はそういうことがすごく嫌だった。だから、とにかくまず話をちゃんと聞くとかえ、人にちゃんと寄り添うとか、あの、そういうことが僕にとってまずベースなんですよ。で、まずそれがあって、で、うんと、だから、 相手が何を考えているのか、どういう価値観を持っているのかということを、ちゃんと読む、うん。だから僕がよくあのあの文章を書かれている通りにちゃんと読むということがあの、とにかく読解のすべてなんだと。 自分の考えを持って読んだら読書はできないですよって言ってるのも、あれもね、今の意味で言えば優しさなんですよね。うん、そう、そう,あのこうちょ。自分の考えを先に持ってえ、こんな本分からないとか、なんだ、もっと分かりやすく書かないようなやつはだめだとか言ってるのはその、なんか勝手に遅刻したと決めつけて生徒のことを叱る先生と同じなんですよ。うん、僕から言わせれば。で、そういうの許せないんだよね、僕は。 あることでですすもんんね人人のの尊尊厳厳になんですよで、うん、ただね、やっぱり今日僕が思う、僕は優しさっていうことはちょっと違う方向に展開してきちゃったなと思うの。うん、つまり、僕は90年代、まあ、だから僕らの世代ですよ。その今、40半ばぐらい、だからまあ70年代後半から80年代頭ぐらいに生まれた世代っていうのがまさにあの世の中のリベラル化を進めてきた世代で。 でそれが話を聞いてもらえなかったところをちゃんと聞いてもらうようにするんだとか、でちゃんと対話をするんだとか、あの凝り固まった価値観じゃなくても多様性を認めるんだとかいうことをあの押し開いてきた世代なんですよね。でだだだけどやっぱりさだんだんそのことが あの制度的にこう、しゃく規になってきちゃって、うん、の人に対してあの深い介入をしてはいけないとかあのこう刺激、ちょっと人に刺激を与えるようなことを言ってはいけないみたいな、そういうタイプの、なんていうのかな、そのあのこうあの踏み込まないとか。うん 私有,地私有地立ち入り禁止みたいな、そういう感じの方向に優しさっていうのがあの、なんか展開してちゃった感じがするんですよね。で、それが今日のセクシュアリティとかの話もそうで、あの基本的にいろんな性的多様性っていうのはあると。で、あのそれぞれの言い分っていうのがあってで、その時にね、僕は90年代から0年代にかけては、あのお互いにどういう欲望を持っていて、 それがどんなに面白くあるいはどんな不幸がそこにありみたいなことを語り合うっていうような空間がいろいろあったんですよで。僕はその中で自分の同性愛についてもいろんな人に語ってきたしで、まあ、そのことでトラブルもあればあるいはここでは黙ってなきゃいけないっていう苦しみもあったりとかいろいろあったわけですよね。でそういう中で欲望の解釈と自己探求ってことをずっとやってきたわけなんだけど、まあ、今日ではもうとにかくそういうことをするといろいろみんな大変だし、えー、あ重たいから。 もうとにかくいろんな人がいるんで、もう踏み込まないようにして、まあ、それ確かにね。 公的な場面において、うん、あの人の属性によって、例えば仕事あの職業を採用するとかしないとかっていうことを差別しないというのは、それはそうなので、うん、ま要するにそれはプロフィールを不問にするっていうことで、それはそうだと思うんですよ。と、うん、そのことと、なんかそう,う、うん、そういうその公的空間においては不問にしますっていうようなことが、なんていうのかな、人間理解の前面に,に及んできちゃっている感じです。 やっっぱりもっと個人,個人同士の関係だったらもっといろいろそういう話をしたっていいはずだけど多分今すごくそういうこともあの友達同士でもしづらくなってると思うし、うん、だからあの僕の、ね、考える優しさっていうのはまず話を聞くことそして話す試しに話してみることでありただその 失敗するかもしれないわけですよあの話。いろいろ解釈を話したりとかすることで。だけど、そもそも失敗するかもしれない話をすること自体が暴力だなんだ,なんだみたいなことに今なっちゃってて、もうそもそもだったら何も喋らない方がいいみたいになってるわけです。だけど、僕はそれは違うと思っていて、とにかくあの押し付ける、誤解する、誤解してことを運ぶみたいな。 かつての世界からすると、もっと聞いて話そうっていうところが僕にとっての優しさだったんですよ、うん。だから僕は今でもそういう意味で、人に対して優しく向き合うっていうのは、言葉を尽くすことだし、あるいはあの語れあの、時にはあのあの踏み込まないことも含めてですよあの。まさに猫的無関係と猫的関係性との両面として、 あの聞き離すっていうことを僕は優しさだと思ってるところが今はとにかくなんかあのすごく人と人が何ていうか自分の,あの私有地に踏み込ませたくないがための遠ざけ合いをするみたいなことがどっちかというと社会においてメインになってしまっているように見えることが僕は問題だと思っているっていうことなんですよね。 この現代思想入門の終わりの方に書かれているそのなんていうのかこうあのこうあのこう人がこうどうしようもなく悩むことが深い生き方であるような人間観が近代によって成立してそれがさまざまな芸術を生み出したああわけですけどまあそこから距離をとりその,、えっと、あの世俗的にその あの,、えー、ああのあとごめんなさいちょっと待って。そういう世俗性にこそ別の人生の深さあの喜劇的と言えるだろう深さがあるっていうふうに書かれているところが私ポジティブですごく好きなんですけどなんかこうあの誰かの話を聞いたときにそれはなんかこうあのあの 悲劇的まあ、人生に関わる悲劇的で深いことなんだっていうふうにこうあの受け取る必要はいつもそうやって受け取る必要は必ずしもなくてそのなんていうのかこうあの明るい深さというかそういうものとしてこう受け止めるっていうことがこうもっとあってもいいのかなみたいなことをちょっと思ったんですけど、うん、すん伝わってますでしょうか、うん、はいはい そうですよねもちろんその大変な目にあったっていう話を聞いたら、うん、いや、それは大変でしたねっていう共感から始まるのは普通のことだと思うし、うん、そうだと思うし、やっぱり、ね、と,とてもちょっとそんな経験したくないよねっていう嫌なことっていうのはあるわけですよね。だけど、しちゃったものはしちゃったもんですからね、経験っていうのは。だからもしそういうことがあったら、それを乗り越えて人は生きていかなきゃいけないわけだし。うん、そしたら どうしたって人が生きていこうと思ったら何らかの形で喜劇を作り出さなきゃいけないわけですよね。うん、でまた話を聞く人が大変だったね大変だったねってそれを増幅するような仕方であの、うん、聞いたら。 まますすす大変にななるじゃないですかだからやっぱりそこは気持ちを軽くしてあげる必要があるわけだし、うん、まあだからといってなんか全部笑い話にあの変換しちゃったらそれは失礼ってことになるわけだけど、うんそ,うん、そこも塩梅なんですよね。あそうですねまさしく塩梅ですね。塩梅であってやっぱりそのある種共に苦しむっていうことと同時にそれをユーモアにするっていうこと。 あのこれがやっぱり両方兼ね備えてできるというところが人間的バランスであって、いや、そんな難しいことできるかっていうかもしれないけど、うん、いや、それはそういう難しいことができるように修行するんだよって話ですよ。うん、それがあの人として成長するってことであって、うん、それは本当にみんなそれぞれちゃんとあの修行しなきゃいけないことなわけですよね。そうですね、本当にんかこう、重いことを自分が引き受けられないとかっていうふうに多分思いすぎているのかなっていうふうなことを。 あの今の人は特にあの重いものを自分は引き受けられないって考えちゃうのかなって思うところがあって最後の千葉さんの,あのこの,あの現代思想入門の最後の言葉がなんかこう、まあ、結構私このポジティブな感じがしてすごく好きなんですけどなんかこうヒントになるかなっていうふうなことをちょっと思いました。そそ、うん、そうでですねだからそこでその あの一つのじななんて謎巨大な謎で悩むまあなんていうかこう人はいかに生きるべきかみたいなそういう抽象的な謎に悩んでもしょうがないんだけどやっぱり自分の人生の中でなんかいろいろ悩むことっていうのはあるわけですよねだけどそ,のそれは複数あるっていうことですよね。でうん あの悩まないで生きればいいって言ってるわけではないんですよ。うん、だ悩まないでいきいきいきるいき生きる人間なんて先鋒な人間ですから。それは悩まない、悩んで生きてなんぼですからね、そりゃ、あれだって。だからそれはみんな悩むんですよ。うん、だけど、その時に何かその悩みっていう巨大なものの中にはまっているっていうことがある種なんかこうずっとお風呂に使ってるみたいな状態になっちゃうと、あの先に進めないわけですから。うんうん、だからやっぱりその えと問,題問題は複数あり取り組む場所っていうのはあちこちにありそのさまざまな問題の中を、まあ、それこそ猫的にふらふらと歩き回ればいいっていうか、うん、その自分が抱えているいろんな問題っていうのにも猫的分離が必要っていうかねなんかそういうふうに思いますよねだからやっぱなんかそこもそのこう最も重要な問題に,に向かってその こう自分はその問題に向かって一生を捧げるんだっていうのは、まあ、まさに犬的関係であって <laughs> 犬派に怒られてしまいますけどその問題との付き合い方っていうのにもそういうある種の猫的多孔質感っていうそういうものがあってっていうことだと思うんですけどただいずれにせよねさっきからその あのやっぱりそ,のそれってバランスが難しいですよねとか、うんはい、それから人間的成長ですよねとか、うん、いう話が結構僕は多くて、はいで、いや、だってそんなこと言われたって、いや、でもそれは修行ですからみたいなこと僕は言ってるわけですけど、いずれにせよ、まあ今日出てきたそういう話について、一つまとめ的なことを言うと、時間がかかるっていうことなんですよね。うん、そう,です、ねうん、そうつまり今日あの 即時に即効性のある解決を出したいっていうのがやっぱすごく強いで、あのー。で、その価値観っていうのはやっぱり若者の価値観だし、そのことが全面化しているっていうのがすごくある。あの待てないとか、例えば何か欲しいものがあったら、1週間注文してから届くのに待つとかっていう、1ヶ月空輸で待つとか、全然昔はあったわけですが、それがもうあの EC サイトで、 翌日どころか朝注文したら夕方置き配で届いたりするわけですよ。で、まあ、そういう時代にやっぱり待たないことの美徳みたいになっちゃってるわけですよね。であの、つまりバランスの問題っていうバランスの微妙なところでどうするかとか、関わりすぎず、関わるんだけど関わりすぎずとか、そういう話っていうのは、その時間の中で、 考えるべきことで、しばらく放っておくとか、あるときにわーっと集中的にコミュニケーションが起きるとか、そういうことですよね。だから、その時間っていうものをうーん取り戻す、その今日とにかく時間をなくす、消滅させるっていう方向にあの世の中全体が動いてると思うんですね。その時間の空間化というか、まあ、とにかくインターネットっていうのはあの世界中の をこう瞬時にこうつなぐっていうことなわけで、もう空間も時間もなくするわけですよね。で、やっぱそういう中で、時間を取り戻すっていうことが、その、 バランスっていう問題を考えるときにすごく重要なんかバランスっていうとよく日和見みたいなのとか、そのなんか中庸とか、あのそういう言い方でまとめられがちですけど、うん、まさにそういうまと,められ方まとめ方をすること自体が結論を急いでるっていうことなんですよね。バランスの問題だっていうのは、あくまでも仮固定した言い方に過ぎなくて、バランスの問題だと言って、何かを言い尽くしてるわけじゃないわけですよ。 それはさまざまな現場において、いろいろなアクション、リアクションの往復の中でいろんなことが起きていきますよね、その中で調整していきますよねって話をしているわけで、でそれを中央とかっていう一言でまとめたいっていうのは、またすぐ結論を,を瞬時に出したいから、そうなるわけです。だからもうそもそも、やっぱ中央とか言って済ませちゃいけない話なわけですね。だから時間をどういうふうに経験するか、ゆっくり経験するっていうこと。 あの焦らずすぐに答えを出そううととしないっていうこと、まあ、そのこと自体があの、まあ、猫だけに限らないですけど何か動物なり何なり他者と付き合うっていうことの,あの大きなポイントだと思うしあるいは美術館で作品を見るっていう時も、はい、あのすぐにこれは何だとかいいとか悪いとか何だか分からないとか分からないから損したとか,なんか最近は分からないから損したってクレームを言ってくる人とかもいるみたいですけど美術館。はいはい でもそうじゃなくて美術作品っていうのは本当にこう遅れて効果が出てくるものですから <laughs> そうですね。後になってね効いてきたりするわけですよだから一つやっぱりその時間っていうことも何ていうかな猫的な関わったり関わらなかったりっていうことを考えるときにはそれは時間の問題なんだっていうことこれも、うん、言うべきことだと思いますね。うんうん 特に美術館があの所蔵しているコレクションとかは、もうかなりこう長いあの時間の,あのスパンがあって、でうん、あの最近の,その自分も分かるその時代状況を反映した作品だけがいいわけじゃ全然なくて、かなり昔のに、はい、あの制作されたものからも。 あの受け取れるものっていうのはすごくあるので、うん、あの今あのあの、まあ、猫でもあり芸術でもありっていうあの、えー、すごくこう時間の問題っていうのはあのあの重要だなと思ってお伺いしてました。はいそろそろ最後に、はい、その自由と不自由ということについてお伺いしたいんですけども。あの 今回そのあの猫を扱うにあたってそのなんかこう自由という言葉をこうちょっとあの使ってるんですけどあと作品を,あのを介してなんかこうちょっと自由な領域に触れるとか,なんかこうそういうふうな体験を私持つことがあるしそれを望んでたりもするんですけどでもその あの自由って何かって考えるとあのよくかっあの使ってる言葉なんだけど実はまあよくわからないもの,をあのでもあってでそのあのこれあの千葉さんがその勉強の,てあの哲学で書かれてたことなんですけど、はい、その実はその完全に自由,自由にしていい。 って言われたらなんかこう人っていうのはの次の行動を決められなくて環境異常的に不自由だからあの行為ができるっていうふうにて、はい、まあそれすごくこう納得できたんですね。はい、でもあのそれでもやっぱり作品に何かこう自由な創造性を求めたりとかあと作家にこうなんかこう社会のその に対してこうアウトロー的な存在であることをなんかこうどっかで望んだりするところもあってなんかそれちょっと矛盾してるなっていうふうに思ったりもするんですけどもなんかそのあのそういう時にその千葉さんがその,あの勉強の哲学の中で書かれているその「有限性と付き合いながら自由になる」っていう言葉がこうすごくこう大きなヒントに。 なるのではないかなと思ってるんですけどもその、その有限性と付き合いながら自由になるっていうことについて、ちょっと教えていただけますでしょうか。うんそうですね、あの、うんと、まあ、まあ、自由っていうのはね、いろんなあの文脈の設定で意味が変わってくると思うんですよね。例えば、あの芸術作品の自由っていうのは、まあ、いろんな解釈がありますが、 うんとえ意味や目的があ強く規定されていないっていう意味って、うん、いうのは、まあまりありますよね、うん。基本的に芸術作品ってはただそれ自体としての自己目的的なあり方をしているあるいはまあちょっと強く言うとナンセンスなところが結構あるわけであの、まあ、それは単に色彩の戯れだったりあの携帯上の面白さだったりとか、まあ、そういうところに通常我々は例えばあの鉛筆だったら線を 字を書くとか、えー、コップは液体を入れるとかそういう目的性で考えているところをそういうことからこう完全に離れた知覚や思考の体験というものが得られるから美術作品を見ると自由ということを感じるとかね、まあ、例えばそういうなんか普通にちょっと真面目真面目めちゃめちゃ真面目な説明しちゃうと <laughs> あのそういうこととかも言えるわけですけど、まあ、そういうこと,ともは、まあ、ともかく、まあ、自由っていうのは、まあ、とにかく好きにするっていうことだと思うわけですよ。 でそれはあの本当にね、その人間が自由意志を持ってるかどうかとかね、まあ、実際なんか脳神経の動きっていうのは、もうすでに数ミリ秒から決まってて、なんか全部こう、決定論的なんだとか、いろいろそういうこと言う人もいるし、まあ、その辺のことはちょっといろいろあるんで、まあいい,い,いとして、まあ、ともかく我々の日常的実感として、例えば今日はあは焼き鳥でも食べようかなとかいうのは、まあ自由だと思うんですよね、基本的に。まあ、それぐらいの緩い言い方として。で 何ていうのかなその、だから何かを好きにするとか、好きな生き方をするっていうことっていうことと、うん、人間の,あの、うん、持っているむしろ制約を受けたいっていうことがこうぶつかるところがあって、うんまあ、そこの話かなと思うんですよね、うん、その有限よねといしてはね。 えっとまあ、これもいろいろ議論があると思いますが、非常にラフな話として聞いていただければと思うんですけれども、えっと、あのかなり行動があ本能的に限定されているようなタイプの種の動物と比べると、あ人間の認知能力っていうのは、かなりできることの幅が広くて、仮想的なんですよね。 でしかもこうあの身体の気質的にも不完全な状態で生まれてくるのであの認知能力と身体運動の連動についてもあかなり時間をかけてしかも周りの補助やあその認知的教育とのこう連関の中で体を動かすことができるようになっていくわけなんですよ。であのそうすると 何て言うかなこう、放っておかれると、なこう他の動物よりもこういろいろ多分、神経回路にある種の過剰なあの運動性が人間はあって、でそれに対して、えー、例えばこれはコップだとか、これはお,あのお父さん、これはお母さんとかというふうにこうはっきり一対一対応付けっていうのをこう与えられていくことによって、 頭の中が非常にオーバーフローの状態みたいになっているところを限定していくわけなんですよね。だから、これは基本的に僕の人間観なんですけど、あのそういう限定をすることで、やっと自分を成り立たせているっていう面と、もともとオーバーフローをしている認知能力があるので、それをオーバーフローさせたいっていう部分とがきっ抗して、どっちかが強く出たり、どっちかが強く出たり、 あのするるっっっててていいいいううののがずっと死ぬまで続いているっていうのは人間だから時々暴れたくなったりするわけですよなんかもう全てをめちゃくちゃに壊したくなるみたいなのがなんかこう暴走行為とか暴走族みたいなのとかねあ,のああいうのとかっていうのはもともと持っているその流動性の部分が強く出てるわけですよね。 で、それに対して、こう、秩序づけるっていうことがすごく強く出ると、まあ、例えば、なんでしょうね。いろんなある種のオタク的活動とかもそうなんだ。鉄道マニアとか、ああいうのって、まさにその、すべてがこう予定通りに動くっていうことにものすごい快感を見出したりするわけですよね。で、それはまさに人間の欲動の無機動さが、こう、制御されるっていうことに安心感を見出してるってタイプの欲望で、で、それは部屋を整理したらスッキリするっていうのもそう。 だけど、なんか突然全てを、ちゃぶでをガーッとひっくり返したくなると。両方あるわけですよね、これ。で、これね、あの片方だけじゃないって、人間の本質はその A か B か、人間の本質は A だ。人間の本質は B だ。これどっちも間違いなんです。A と B のきっ抗なんです。これが正しいんです。この、この、詳しくは言いませんが、このことをはっきり言ったのはフロイトです。 フロイトは時代遅れだとか言われますが、これ、ちゃんと言ってるのはフロイトなんですよ。でそして、このことを脳神経的な理論として、ちゃんと理論化している研究は多分まだないんですね。なので、あの精神分析的なこの仮説はおそらく今後、さまざまな意味で、生理学的にも検証されて、まあ、ちゃんとそういうあの現代科学の舞台にもう一回乗っかってくると僕は思ってますね。 <laughs> まあまあ、っていうのは一応僕の見方で、あのまあ、そういう意味での,そのだから自由と有限性っていうのはあの、生物としての人間が持ってるデフォルトから出てくる話いなんですよね。だから、あのなんていうのかなその、なんでしょうね、だから、うその揺れ動き。 ま,あまた無理やり猫の話につなげると、そのエネルギーがわーっと出ちゃう部分とあの、ある種の秩序の中に収まろうとするっていう部分とが、の行き来自体が、まあまあ、猫的行き来って言ったらいいのかな、まあ、なんかそういう部分はあるかなと思いますね。うん なんかあの猫ってそのあの狩りのモードになる時ときと休むあのモードになる時ときと甘えたくなるモードになる時ときと特にこう何か理由があるわけじゃなくてそのパ3パターンの間でこう変わるっていうふうに聞いたことがあって。あ あのなんかこう人間も多かれ少なかれというかそういった部分をあの持ってたりするんだろうなってことは。まあ狩りのモードねそのある種のエネルギーがあふれる状態っていうのは狩りのモードとかと近いかもしれないですよね。うん、まあ要するに,にあ,のあるいは人類学的な言葉で言えば晴れとけっていうことなわけで、うん、その晴れ的なそのブレー的状態みたいなものと。 そういう、なんていうの、陶陣っていうんですかね、祝祭と陶陣、まあ、昔のバタ湯みたいな、すべてをこうめちゃくちゃに焼き尽くすみたいな状態と、ある秩序の枠にはめるみたいな状態の行き来っていうことが、まあ、まあ、なんかちょっと古臭い理論ではあるんだけど、いまだに有効だと思う、今こそ有効だなっていう気は僕はそれはしてますね、そういう,そのいうタイプの議論っていうのは。うん、うん すみませんあの、えー、予定してた時間をちょっともうすでに7分。いい大丈夫です。は大変あの興味深い話を聞かせていただきました、はい、あの本当にありがとうございました。ところどころ猫にも結びつけてくださって、本当、はい、にあ,のありがとうございます。はいはい えー、では、あの今日の,あの千葉雅也さんのオンライントークは、はい、あのここであの終了したいと思います。 えー、千葉さん、聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。はい、ご,ご,ご視聴くださった皆様、ありがとうございました。もし何かあの感想などあったら、ツイッターでか何かで書いてくださると嬉しいです。じゃあ、あのあそれからちょっと最後告知していいですかです、はい、あの ?5 月の末にあの「エレクトリックっという小説が刊行されますので、えー、とぜひあのお願いします。あの えとデッドラインオーバーヒートっていうこれまでの小説とつながって読める、それでまあ三部作っていうものとなるうう感じですので、まあ、ぜひ合わせてあの読んでいただければと思います。まあ、さにそこでもまあ猫的無関係がいろんなあの方向性、方向で、まあ、いろんな人物の間で展開していると、まあ、そう言えるかなとも思うし、まあ、そういう意味でもあの読んでいただければと思います。楽しみにしてます。はい えー、本当、きはい、ありがとうございました、はい。ありがとうございました。はい。じゃあの、失礼します。はい、じゃあ、退出します。はい。